今新型コロナウイルスの戦い、戦後最大の国難と言われているこの状況、これに立ち向かわざるを得ないかとしました。こういった状況になります。時代の変化の中で、この政策、どんな政策であったとしても、5年、10年、同じことをやっていて通用するほど世の中は甘くはない。これが基本で、なおかつ新型コロナウイルスとの戦い、国内が直面して、こうした大変難しい時代を迎えている中にあって、我々自民党は次のリーダーを選ばなければならない。こうした時代になりました。ぜひこの新しい時代に向けて、しっかりとしたこの展望を、思いを訴えながら、私もこの総裁選挙、しっかり戦っていきたいと思っています。